山梨側に沿って伸びるまっすぐな滑走路、双葉滑空場。すごい、富士山に向かって飛び立った。全長820メートルの小さな滑走路は無限に続く大きな空へとつながる。航空っていうのはすごく役に立つもんだということを理解していただくための活動をしております。 J ネットエアーホノルル行き103便のお客様は、本物の飛行機の部品でできたモックアップを使った職場体験、空の仕事を身近に感じてもらうのが目的だ。日本航空教育協会が力を入れていること、それはドローンパイロットの養成。うまい、いいですね。あ、でも右にどんどんずれていっちゃいますね、ドローンが私たちの生活にもっと身近になる日は目の前だ。憧れの大空へ。空から見下ろすと見慣れた山梨が少し違って見えた。県からのお知らせです。感染の拡大を防ぐために人との間隔はできるだけ空ける。マスクの着用、手洗いの徹底、3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。